おはようございます。釣り子 TV です。世界の富士工業から何か送られてきましたよ。ということでね、こういった小包みが届いたんですけども、ちょっとね、早速ね、開けていきたいと思います。なんだろうかというところですが、多分ね、あれじゃない。おー、はい。こんなね、袋に梱包されてますけども、中を開けていってますよ。あー、来た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 、うわー、はい、開けてみたら中に入っていたのはこれ、富士工業のイージーボビンホルダーと、あとね、こっちはですね、糸なんですけども、ガイドをこう止めるために巻くスレッドですね。これがね、届きました。じゃあまずね、早速こっち見ていきたいと思います。うわー、綺麗に入っていますが、イジ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 っていう風に書いてありますけども、これね、最近お気に入りで使っているですね、イージースレッドのですね、こちらは透けないタイプですね。こちらが透けないタイプが各色入っていて、まずですね、これがブラウンかな、ブラウンと、綺麗ですね、グリーン、そしてブルー、レッドで黒ですね。こういう感じで、これが透けないタイプのスレッドで、もう一つの方を開けてみると、あ、来ましたね。これね、透けるタイプっていう新しいタイプのスレッドですね。透明、赤、青、グリーン、これは、グレーですかね、灰色っていう風に書いてありますけども、はい、というわけでね、いろいろ届いたんですけども、最近竿作りね、趣味でこう休日の何だろうか、空いた時間とかにガイドを巻いたりね、して釣り竿を作ったりしてるんですけども、そんな時に役立つグッズね、いろいろっていうことで、これね、ちょっと気になっていたイージーボビンホルダー、これがね、届いたんで、ちょっとね、開けてみたいと思います。こういう感じのね、パッケージに入っているんですけど、これがね、めちゃくちゃ便利っていうことで、ちょっと使ってみたかったんですけども、はい、ね、出してみるとこんな感じのね、ものですけども、ここは何やらドラッグクリック音のような音がしておりますが、はい、このね、イージーボビンホルダーなんですけども、まあ任意の糸だけ出して、そんでもってね、キュッとね、糸が出すぎないように止めておいたりできるっていうね、そういった、便利グッズなんですね。で、早速ね、使っていきたいと思いますが、スレッドの方ね、いろいろ届いたんですけども、自分でもね、このね、イージースレッド面白いんでね、年末ぐらいからね、いろいろ使って試してみているんですが、これ透明タイプという、スレッドですね。これを、ここをまず開けるのかな、開けて、ね、でこういうパーツに分解できます。はい、でね、このボビンホルダーにこうやってね、セットするんですね。はい、で、ここのネジを通して、ここで任意のテンションが変えられるっていうね、重要なパーツですが、でここを通していくと、こう勝手にね、糸が出ていかないんですよね。こうやってね、出したい分だけ出して止めておけるっていうね、こういうね、便利な、ボビンホルダーなんですね。ここがまあ、ドラグのようにこの糸の出る、スピードをですね、調整することができるパーツなんですが、これをこう任意のね、硬さというか、まあ糸の出ていく
緩さというか、それに調整して、でこの使いたい分だけね、引き出して、で、巻きやすいよっていうね、こういったボビンホルダーなんですよね。でね、このイージーボビンホルダー、なんとね、こういう小さなパーツなんですけども、ここにね SIC のリングね、富士工業といえば SIC ですよね。この SIC のリングが設置されていることによって、非常にこのねスレッドに優しくこうスルスル出ていくね、ここにね秘密があるんですよね。使いやすさの秘密、ここが SIC になっております。でボビンホルダーはねこんな感じで、でこのね透明っていうスレッドね、これが何なのかっていうと、ちょうどねあの年末に巻いてみたね竿があるんですけども、見ていくと分かりますかね、この感じね、黒いねブランクスなんですけど、こう下がね透けて見えるような、ほんとねもう全く見えなくなるっていうわけではないんですけども、これねスレッドの足の部分が、ね、透けて見えるの分かりますかね、こんな感じなんですけど、ちょっと明かりの具合変えてみますね。はい、見えますでしょうか。こういう感じであのガイドのねフットのところが透けて見えるんですね。透明で巻いて固めるとねこういう感じになるんですけど、巻いた時はねちょっと白っぽく見えるんですが、ね、こういう透明というか、まあフットが透けて見える、こういう感じのね独特なね巻き終わった感じの仕上がりになるんですよね。はい、で、こっちの竿の方はねこのねイージースレッドのね黒でね巻いてみたやつなんですけども、透けないタイプってやつですね。これ非常にね艶やかでね綺麗な感じに、自分とかねそんなに竿作りしたことない人でもね密にね、巻ける、重ねて巻いても潰れるから大丈夫、なんともね説明しづらいんですけども、一度使ってみるとねすごいよくわかるんですけども、なんかね密に力を入れて、巻いて、そんでもってねあの隙間なく、巻けちゃうよっていうね、これ黒で巻いたんですが、まあそこにこのボビンホルダーとかを使うとね、さらにね無駄にその竿に触んなくて済むようになったりするんで、その脱脂の必要がね、なくなったりとか、いろんなメリットがあると思うんですが、まあ何にしてもこれがまあちょっとね極端な話、今こうやって止まってますけども、例えばこのイージーボビンホルダーがないときはこういうスレッドから直に糸を出して、作業を進めるんですが、まあ極端な話、まあなんていうかこうどんどん糸が出てっちゃうんですよね、こう転がっていっちゃうというか、わーわーわー結構今出ちゃいましたけども、そういったことがなくなるっていうことで、非常にまあ作業効率とかがね上がるんじゃないかなっていうことで、これ使ってみたかったのね、なんとね送っていただくことができました。まあこれを使ってですね、早速ね竿の方もねどんどんまた作っていこうと思いますので、美しい色のねスレッドもね、いくつか手に入ったので、ここら辺もね実際に使ってみながら、どんな感じで巻き上がるのか、またね、竿ができたらどういう雰囲気になるのか、やっていきたいと思います。というわけで、本日の釣り工 TV はこちら。なんとですね、世界の富士工業から、これ機体のね竿作りパーツ、イージーボビンホルダーとイージースレッド、これが届いたよって、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。また会おうぜ。